お疲れちゃんです。ラッタです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのエレジャイデッキねやっていきたいなと思います。でなんとですね今エレジャイ、このデッキはいがですねグラチャレの使用率ですねはいナンバーワンデッキということで、今グラチャレ回ったら一番このデッキに遭遇する率が高いというわけで、めちゃくちゃね人気でございます、このゴーグルおっさん。というわけでちょっとねユニレベが11なんですけど、あのグラチャレ行こうと思ったらあのまあ0勝目からなので、タワーレベルね8とかの相手とちょっと当たっちゃうので、あのまあそれならマルチ行こうかなというところで、本当にトレードしてねどうにか近々12か13レベルにはね上げたいんですけども、ちょっとね今日は格上ね1日限定格上狩り道をやっていきたいなと思います。あの周りが強いんでね、このデッキってなんか LJそんな強いっていう、なんか個人的に別にアンチでも何でもないし、なんかよくわかんない感じなんですけど、まあそんな強いっていう、まあ周りが多分強いだけだと思うんですよ、本当に。これちょっとカウンター嫌なんでライト打ったけど、来たわ。透明なブツが。やばい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 。今のライトニング入れなかったかも。まあ。そういうことでね、まあ、やっていきたいなと思います。だってエレジャイの枠、正直ゴールでよくねっていう。思いません？僕だけですか？思うのは。こいつ。ああ、なんなのユニレベ低いからゴレにしちゃえばよかった。エレジャイデッキ紹介なのに。さあ、まあとりあえずね、折り置いて食べます。で、相手は今回ペッカ工場ですね。で、ペッカに対しては、ちょっとどうしようかな。近畿軌道したいっすね。やっぱできるだけ最初に。まあ近畿軌道しつつの、ああ、マッチョ殴ったな。まあいいや。タレでいいや。ちょっと近畿軌道できるか今の不安でしたね。まあ、ベビドラかな？ベビドラが相手はしんどいのと、まあ、ダックプリも優秀なので、まあ、なんか、ソロユニットをできるだけ残していきたいですよね。なんか、エレキとかに積極的に攻めトルネードで、まあ、エレキ処理だったり、なんかまあ、ライトニング打ったりだとか。で、エレジャイは出しても別にペッカで邪金って刻まれちゃうだけなんで、なんかあんま出したくはないっていう印象がありますね。あ、これむずいな。マイウィズとトルネとこれタルだけかな。で右取るね。よしよし、許容してオッケー。いやー、まあまあ痛いけど耐えていますね。で別にここのダメージはエレジャイ関係ないんでね、エレジャイ別に11でも1個も関係ないので、よしよしよし。でまあ理想はケツから組むよりかは守ってカウンター端前エレジャイでダメージをちょっと稼いでいきたいですよね、個人的に。で、キング起動できてないのがね、多分痛いんですよ、僕今。一番の失態なんですけど、それが。あ、でも相手から攻めてくれるのは非常にね、嬉しいですね、これ。こっから一気に来ますよ、僕の流れが。だってこれもう美味しい。え、来た。いや、これいらんかったかな。いや、まあ。エレジャイ。どっちか。いや、こっち行こう。よしよし。相手は結構逆にコスト使ったんでね。誰も攻め、あ、待って、バカ、お前、それだけ言ったらダメだろ、本当に。それだけやったらダメだろ。これもう一個来ねえかな。よしよし。いや、でも、ほら。だって11で、こんだけ、いや、もう一回、殴ったー。よし。こんだけ頑張ってくれるなら、もう十分じゃないのか。タルババ、若さがね。オッケー、いや、間に合う。いや、なんなら竹が悪いから生きてる。あれだってさ、ライトニング、マルチ、ライトニング圏内っすね、あれ。よし、キング起動していくタイプですね。一応隅っこ。オーケー、それすぐっとゲームという感じでね。あ、結局、LJ じゃなくても、まあ、勝てる説は若干あるんですけど、まあ、LJ がね、大ダメージ与えてたのは、まあ、間違いないですから、まあ、こういう立ち回りがパターン A ですね。で、もう一個のパターン B としては、まあ、なんかエリアド取った時とか、まあなんかとりあえずケツエレジャイをして、まあダックプリベビドラ組んで、なんかもう組みですね。カウンタータイプと、もう自ら組んでいくタイプの、まあ2種類だと思うんですけど。どっちが強いんだろうな。なんか状況に応じてでもいいとは思うんですけど。意外と端前の方が強い説がありますね。ユニット残ってる前に出してライトニング打つだけ、攻め取るにするだけみたいな。なんか強い気もするんですけど、どうでしょうか。さあ、今回は、あれか、なんかメガナイト枯渇的な、いや、ダックプリ出すか悩んだな。中途半端なダックプリ出した。ケツインドラ、
ん？メガネトレ踏むかな。あ、ってことはエレジャイがめっちゃ強い今回。今回だって相手絶対エレジャイきついやつじゃないですか。僕が思うに。いや、エレジャイのコストが微妙に足んねえな。そうそうそう。これ絶対相手エレジャイきついっすよね。じゃあこのメガネトジャンプで竹変わる。オッケーオッケー。来た。これエレジャイプラスの攻めトルネードで相手の小物が全部処理できるやつですね。さあ来ました。相手のデッキはメガネトカツ。いや、これちょっとやだな。あ、待って、やばい、待って、待って、待って。謎に空振ったな。よいしょ。さあ前半これ耐えてしまえば別にもう僕のもんだと思うんですけどね。前半耐えて、まあ、こういう相手には形組んだ方が良さそうですね。後ろからペッカで合わせられるとかがないので、まあ、逆サイ来ても檻とか樽とかで共有できると思いますし、まあ、前半の間に本当にさっきもなんですけどキング起動ですね。キング起動を前半にしないと結構なんか、まあ、勝てないわけじゃないですけど後半楽に勝てないんですよね。本当キング起動したら逆サイの攻めも結構無視していいなとかっていうのが結構あるんですけど、もう檻じゃなくてジャイアン置きますね。ゴーグルジャイアンと。さあ、え？お前マスクエレジャイってこれびっくり。でもこれ森で終わるんですよね、本当に。ダイビズ出して。いや、マジでね、これで勝ちですからね、言っちゃえば。一応これザップが来た時用にダックプリぐらい出してあげて。で、インドラで焼こうとしてきたら攻めトルネードですかね。まあ、メガナイトで対応が安牌であるんですけど。さあ、攻めトルネードで、カウンターだね。カウンターっていうのかな。よし、攻撃してきたやつには、感電カウンターで。いや、やべえな、これ、めっちゃ楽だな。楽とか言ったら相手に失礼なんですけど、まあ、相性的な部分がね。だってこれ、レベル差マジで、見えないですもんね。なんなら。これ、樽だけで許容して、もう。これもなんなら、めちゃくちゃいい感じに許容して、アイウィズ？あ、はい、行きました、エリジャイで。これもう、だって、インドラ来ても攻めとるね。メガナイトだと止まんない。小物も全部攻めとるね。で、終わりと。さあ、いう感じでね。いいですね、エレシャイ。エレシャイ、え、待って、ゴレだったらインドラ厄介だもんなって考えると、まあ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 、気持ちね。気持ち程度しか変わんないですけど。まだ本当に、多分使いやすいんですよね、このデッキ自体が。なので、非常におすすめですって。なんか、ダクプリベビドラとか、まあ、バルキリー、うん、ダクプリベビドラバルキリーあたりは、個人的にお前なんで取れねえんだ、初手に取れ、うん、初手にエリポンコセの、噛んだわ、最悪だ。最悪だ、わかんなくなった。ああ、もう、1ヶ月に1回も言うことないのに。初手取れねえでよこせっつってんだろ、なんで取れねえんだよ、本当に。まあ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 。さあ、相手は、アイビス取るね。なんかよくわかんねえバルーンっすね、とりあえず。まあ、バルーンってことは分かったんで、まあ、お互い金起動したっすけど、え？あ、ペッカバルーンか。なんかサイクルがちょっと嫌っすね、サイクルが。この、施設、まあまあ、アイウィズ咲いて、ベビも咲いた。ここ嫌だな。嫌だね。マジで。これ、防衛ライトしなきゃいけないっすね。もう一個来たら。間違いなく来ると思うんですけど、とか来てほしいですね。まあ、来なかったら来なかったですけど、でも相手も暇してますね、結構。今、ザップ咲いてましたもんね。よしよし、まあ、待っていい気がするな。相手もユニットが限られてるんで、よしよし、檻置いて、ん？わあ、これやったわ、俺の檻の位置が。まあ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 、トルネだけでね、フリーズワンチャン？よいしょ。いや、フリーズワンチャン警戒してよかった。さあ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 、ペッカベアルーンですね。まあ、アイウィズベビーが相手の、まあ、重要ユニット。あとランバーがいるんですけど、アイウィズベビーさえ溶かしたら一生僕の、まあ、ベビドラ最強なんで、まあそういった意味では、相性は良さそうですね。これだって絶対っていうぐらい相性いいと思う。あ、バルキリーだ。ランバーじゃなくてバルキリーですね。これまあ無理に行く必要もない気もするな。まあ、ペッカ来たらライトぐらい。来ない。いや、ライト削りしちゃおうかな。暇だし。暇だし、ライト削り。あれはさすがに施設行くでしょ、お前。お前、なんでベビドラでルート強制してるね。一応フリーズまでが、さすがにここは来ないが、爆破入るのも痛えな。いや、これでペッカ受けかな。
まあ、ちょっとやばくなってきたっすね、サイクルが。まあまあ、折りあれば。あと、ダックプリは強い。あと、アイウィズいない時のエリチャイが絶対強いと思いますね、個人的に。よいしょ。さあさあさあ。いや、これ、残れ、残れ、残れ。アイウィズがマジで残れば、遅延効果が入るんですね、ペッカに。いや、それがめっちゃ強いんですけど。いや、ちょっとやばいよ。ちょっとやばいが、もう一個来たらライト地底が。まあ、バルーンもライトで守れるんですよね、別に。相手も縛ってる。あれさあ、めちゃくちゃ縛るな。これ、爆破入ると痛えな。いや、入ってなそうだな。よしよしよし。いや、これはもうタイブレイクで、相手だってフリーズだけなんで、僕のもうライトニング削りと、まあ、なんかギリギリのね、攻めで頑張ればいけそう。いや、相手もめっちゃ高めから攻めてきますね、今回。よしよし。いや、来た、めっちゃいい。いやー、待って、その逆サイバルーン結構嫌だな、でも。いや、でもこれは、いや、行っていいな。いや、行っていい。あんなのも別にフリーズされても、なんでもいい。フリーズされたらされた。よしよしよし。あー、そこにフリーズはちょっとやばいな。いや、ライトニング削りっすね、これも。あと、ベビーが絶対辛い。いや、ワンチャン勝てる。これ一応タワーもしっかり含めて、エリジェイつけて、エリジェイつけて、エリジェイ、連打。で、ペッカフリーズだな。ペッカフリーズ。相手がしてくるのは。で、フリーズか？オッケー。アイウィズの遅延さえかけて。よし、剥がした。いや、フリーズ来る。いや、ペッカ。あー、やばい。タイブレイク。いや、ライト、待って、ライト。いや、追いつけそうっちゃ追いつけそうではある。あとライト2周？あと2周かな。いや、トルネのダメージも欲しい。トルネのダメージも入れてあげて。よしよしよし。いや、ワンチャンある。相手はもうライトニング削りしてる。え、これ勝ったんじゃない？ちょっと待って、あとトルネ。あとトルネだけはよこせ。やばい、トルネのダメージ。下げて。来た、オッケー。危ねえ。これだって、あれですからね。相手に精神的ダメージめっちゃ与えてますからね。やべ、LHI11 に負けてしまったっていうこと。病むかもしれない。病まないでください、皆さん。はい。いやー、いいですね。このね、最悪このスペル削りができるっていうのも、まあこれの強みではありそうですね。いいな、3連勝しましたよ。そんなことある？ちょっともう一回行こう。これ勝てばね、5500。さあ、よろしく。あ、ダビドっていう、全然違う人の可能性もあるんですけど、世界で一番ラバクロが上手いプレイヤーがいるんですよ。そう、ラバクロで世界一桁フィニッシュかなんか前してて、めちゃくちゃ前なんですけどね。可能性もまあなさそうでもないですけど、なんか墓石来たな。ラバル？ラバルの可能性はすごいありそうですね。さあ、ラバー。まあ、ラバーは、バルーンはゴボリプラストルネ、ユニットにはライトニングっていう、そんな感じですね。基本的には。なんか最初にこのアイウィズベビーを裂かないといけないパターンがちょっと嫌ですよね。いや、これライト早いかな。まあ、打ってもいいと思うんですけどね。ここ残れば。で、まあ、ベビドラにあれトルネでしっかりやって。うわ、相手このトルネ来るタイミングのバルーン追加やばいですね。やばい。ああ。ちょっとうまかったな。いやー、ライトニング違ったか。いやー、あれメガゴに対して何かあったっけ。やっぱりライトニング良くなかったっすね。結果論。あれであと取られちゃったな。ちょっと相手のバルーンのタイミングも向かったっすね。僕がトルネードするタイミングでっていう。トルネでやるんで、バルーンが逆に前に来ちゃうみたいな、そんな感じですね。まあでも逆にこれ、っていうかなんか逆もなんもないですけど、普通に形組めばワンチャンありそうではあるんですけどね。痛いなあれ。エリジャイ受けはもったいないんで、なんかで受けりゃよかったっすね。まあ、なんならエリジャイでも受けりゃよかったわ、本当に。もう後悔しかねえ。なんでこんなすんなり1本もらえちまってんだろう。まあまあまあ、これはメガゴか。あ、ババを使った。いや、相手ババ使ったらこれ結構苦しいぞ。で、まあ、この逆サイも若干意識しながら、高めメガゴはワンチャン来ますね。これ右側に。うん。
よしよし、檻で延命して。いや、スケドラもちょっと嫌ですね。さあ、いいザップが来るが、いや、これ行っていいのかな。もう行かざるを得ないですよね。で、ババを突破したいな、ババを。いやー、終わってくぜー。終わってくぜーよー。いや、これは、ごめんなさい。1-0 だったかな。いや、まあでもなんか、僕がちょっと下手だったっすよね。間違いない、これは。相手もちょっと上手いのと、僕のこの下手さが噛み合って、良くない具合に噛み合っちゃいましたよね。いや、これあと15秒だもんな。くっそー。もう一回やりてえな、この。なんか、保冷スタンプ使われると、もうどうしてもその人を倒したい欲出てきません。なんか、グローバル大会とかだと、なんか、なんて、連続で当たったりするんですよ、マッチング。だから、次は絶対ボコボコにしてやろうって気があるんですけど、マルチでこう、煽られて負けると、次当たるのが当分ないし、もう名前忘れてるんで、なんかね、リベンジチャンスがないっていうのが悔しいですね、という感じでね、今日はこんな感じで終わりたいなと思います。ぜひね、このエレジェデッキの皆さんも使ってみてください、というわけでね、よければチャンネル登録、高評価ね、コメントどうもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。